イグナイトスタッフからの挑戦状ご褒美編。はい、今回ご褒美編ということで前回に引き続きこのお二人に来てもらっています。ご紹介お願いします。はい、イグナイト所属のレンタラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いて、はい、スケットのオクラです。お願いします。お願いします。はい、自己紹介ありがとうございます。僕が、選手マネージャーのニコです。今回の動画は後編となっておりまして、前回の動画まだ、確認いただいてない方はレンタラさんのチャンネルにて投稿されておりますので、ご視聴お願いいたします。さあところで、今日はとある場所に来ているんですが、ここどこか分かりますか？東京タワーですね。そうなんです、東京タワーなんですが、今回の目的はその建物の中にあるレッド東京タワーさんになります。これ2人は知ってますか？いや、動画では見たことあるんですけど、来たことはないです。聞いたことはあります。じゃあ、まあここでずっと話しててもあれなんで、まずは実際に中に入りましょうか。はい、前回、僕たちスタッフが負けてしまったので、今日はご褒美としてお二人に全力で楽しんでいただければなと思います。それでは皆さん、もっと楽しんでてください。行きましょう。あー、なんか段差があったら、はい、
閉まってる。怖い。うわ。怖い。あ。うわ。びっくりした。あ。赤ちゃんが。音が怖いです。ノックされてます。え？あ、大丈夫。そろそろ来そう。あ、うわ、うわ、びっくりした。開いた。開いたけど。開いた。うわ。マジでびっくりした。やばいです。え、どうでした？クソ怖いです。クソ怖いですか？はい。もう疲れました、僕は。疲れました。はい。やっぱ汗かいてますね。汗だくの、もう。冷や汗かきました。冷や汗も、汗がやばいです、とりあえず。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、一通り遊びましたけど、どうでしたか？いや、もう、普段運動しないんで、すごい疲れたんですけど、めっちゃ楽しかったです。家族や友人とかと、誰と来ても楽しめると思うので、おすすめです。さて、そんな1日楽しめる施設ということで、本日は改めてテント東京タワーさん、撮影ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。2人とも結構動いたと思うんですけど、はい、お腹空いてないですか？いや、もうめっちゃ空いてます。ペコペコです。わかりました。まあいい感じのお腹も空いてるみたいなんで、早速次のところ移動しましょう。さて、もう一つのご褒美として、焼肉を用意させていただきました。
今回は焼肉金丹さんにご協力いただきまして、1日限定2組の特別なメニューまでご用意いただきました。すごい、ありがとうございます。さあ、ということで、お二人分の焼肉が届きましたので、もうどんどん焼いて食べていきましょう。はい、はい、もう箸で取っちゃっていい、もう直接いいっすよ、焼かずに。ワイルドに行こう。あんまり言ってもらってないんですよ。どうやって取れば、取るのが難しいっすね。はい、ユッケ好きなんだよ。むずいね。そう、取るのが難しい。いいっすか、食べちゃって。いいっすよ、いただきます。え、うまっ。これやばいっす。いい感想が聞けたところで、ちょっとこう今回のね企画を振り返りつつちょっとお話ししようかなと思うんですけど、まあ、今回前編で、僕含めてスタッフの方が買ってもらって、まあ無事にこう圧勝っていう感じで、なって、まあ、焼肉用意させていただいたんですけど、今回こう企画通してどうでしたか？いや、でもなんか企画でスプラをやれるっていうのがあんまり思ってなかったので、すごい嬉しかったですよ。で、今回は助っ人で、レンタルさんの友達の小倉さんに来てもらったんですけど、今回どうでした？やっぱり前回も言ったんですけど、このような経験をすることが自分の人生の中でなかったので、すごい楽しかったです。ありがとうございます。じゃあもう全然、どんどん食べてください。いただきます。まあ、今回の企画も含めて、まあ、直近だと12月29日にレンタルさんが入り口で行ったオフラインイベントに参加いただいて、まあ、実際ファンの方とも直接お会いしたとか、いろんな体験がね、こうチーム加入してからいろいろあったと思うんですけど、リーグに加入してからなんか大きく変わったなってこととか、まあ、入ってよかったなみたいなことがあれば教えてください。やっぱ応援されることが多くなったかなっていうのがあって、あとファンも増えたかなって。だいぶ増えたと思います。小倉さんから見てどうですか？レンタルさんチーム入ってから変わったなとか。しっかりしたよね。いや、なんか見られる、ね、見られる意識がついたというか。まあでもそこはだいぶ意識はしてます。してますね。いろんな後ろに入ったんで頑張って、だいぶ頑張ります。偉い。じゃあレンタナさんにこう言いたいんですけど、はい、まだリグに入っていろいろ変わってきたと思うんですけど、今後やりたいことをね、ちょっと教えてもらおうかなと思うんですけど、今年の抱負一つあって、その料理をできるようになりたいっていうのがちょっとあります。あれ、今自炊とかするんですか？はい、いや、自炊とかは本当にしないんですけど、なんか料理できる人ってやっぱ魅力的だなって思ってて、はいはいはい、今年はちょっと挑戦したい。あ、もう全然本当にゲームとかに関係ないんですけど、それいいじゃないですか、料理。小倉さんはどうですか、料理とか。全然しないと、いうことで、はい。まあでもね、料理ができるだってはモテるらしいです。そうですよね。かっこいい。からになって、これめっちゃうまい。それ、あ、さっきのわかんない。そう、謎の肉。ありがとうございます。ありがとうございます。これタンですか？はい。タンはわかります。牛タンが一番好き、うん、好きです。何が好きですか、奥田さん。タン。タンがいい。レンタルさんと小倉さんはどのぐらいの、あれ、付き合いなんですか？結構もう
あれですかね、2人ともスプラトゥーン1から知り合ってみたいな感じですか。いや、2の中盤ら辺からだから、2、3年前ぐらい、結構あれでしたね、2人とかでも旅行行ったりとか、まあ別芸やったりとか、結構仲いいですよね。めっちゃ遊んでます。懐かしい、はい、旅行とかだと最近はどこ行ったりしたんですか。最近は和歌山県。和歌山、はい、何しに行ったんですか。温泉に行きたくて。へえ。その他のメンバーがいて、九州にいる人と、まあ、関東にいる人がいるから、その真ん中っていうか、そこら辺のいい温泉ないかなって調べてて、まあ、和歌山選びました。楽しかったですか。あ、よかったです。そういうのってどっちから誘うとかあるんですか。旅とかあると、大体誰が行こうっていうんですか。全然はゲームでもそうなんですけど、誘ったら来るので、基本他の人が企画というか、何々やりたいなっていうのを、その仲良しグループみたいな中で誘って旅行も始まりました。ベンタナさんが配信始めたきっかけって何ですか。もともと配信者さんを見ることが多くて、見ていくうちに自分もやりたいなって思って始めました。みんなそんな感じなの。そんな感じなの。みんなそのもう始めた時から強かったの。それともなんかこう動画とか、それこそ他の方の見て勉強してきて、だんだんこう上手くなったとか。やっぱり配信とか見ながら上手くなった。これうまいぞって気づいたのはどのぐらいなんですか、初めてから。これうまいぞって気づいたのは、スプラ1の、スプラ1ちょっと後半ぐらい、後半ぐらいの、その時中学3年生だったんですけど、その時俺が一番強いと思ってた。中3のもう終わる。でもその時はあんまり大会とかでも活躍はできてなかったんですけど、前になとは思ってます。はい、全部食べ終わりました。美味しかったです。美味しかったですね。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。以上、ご褒美編の動画でした。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。サインが入ったネット東京タワーさんの T シャツを限定で1名様にプレゼントします。詳細はイグナイト公式 Twitter をご確認ください。